皆様こんばんは、絆の長崎です。今日は久しぶりの縦の撮影で、通常はですねこのビールのところで一回撮影終わって晩酌風景っていう、まあ、パターンが大体決まってきたんですけれども、今日はこのまま縦でいきます。今日はサントリーさんのジョッキ生というわけでございまして、ちょっといただく前にですね、帰宅したらピチが水槽に上にいまして、びっくりしましたね。ピチ開けとったけんが風の吹いたとかな、なんとか乾かしてですね、12匹のピヨピヨの中で誰が一番とかっていうのはないんですけど、一番気にかかってるピヨピヨです。帽子をかぶってたんですけれども、撮ってですね、撮る時にちょっと痛い思いをさせてしまって、ピチでこうネクタイっていうかなんかあったんですけどね、ちょっと首がきつい感じだったんで、それも取りまして、一番小さなピヨピヨでございます。そして久しぶりにキララちゃんがおります。味の南蛮漬けはいとこのお姉さんにもらいました。くじゃんで、野菜によいしょ、くじゃん、くちゃんの口元もさっき洗ったんですよね。ちょっとなんかキョトーンってなってしまって、口をこうさ、ちょっとしたあれで表情が変わったですもんね、くーちゃん。ああ、キョトーンの意味が分かったばい。あんたの分もあっけんね、ちゃんと分かっとってって。少なかったよ、よかろうもん。全世界の皆様にペコリをお願いします。くーちゃんペコリ。あら、あんた打ち合わせとさっき何十回練習したね。せーの、ペコリいきますよ。全世界の皆様にペコリ。まあ、洗ったらあんた強になって倒れませんやんかね。こうなる予定ですし、倒れませんでした。またたくましくなりましたか、くーちゃん。レオくんです。早速いただきたいと思います。縦の撮影で長くなるとどうなるのかな。あとは投稿できるかできるんですね。やりいかです。わさびをちょっとつけましていただきます。燃えるようなうまさですよ。500あって今やな、500しかありません。今日はお酒の量を減らします。これとよこしょう、麦焼酎、ロロをちびちび飲んでゆっくり晩酌していきたいと思います。いいよこしょう。私とやり方は同じですね。かなり前に投稿してますけれども、2回ほど味の南蛮漬け、ピーマンと人参、今これぐらいの味が預かりっていうところで釣れてます。まだまだ小さいですから。でも生漬けでちょうど美味しかったです。ありがたくいただきます。
うまい。ゆっくり晩酌していきたいと思います。今日のスポットライトは、ぴよぴよ軍団代表、キララちゃんとピシです。目がキラキラなったね。よかった。ごめんやったね、本当にもう。よし。